皆さんこんにちは、まいこでございます。本日はですね、ちょっと新しいブランドを試してみようかなと思いまして、買ってまいりました。その新しいブランドというのはこちら、ヒンスでございます。箱からもまだ出してない状態なので初回レビューっていう感じでレビューをしていきたいと思います。そう、ヒンスっていうこのブランドなんですけど、まだ日本には上陸していないブランドで、自分の持ってる美しさとかこう魅力を引き出してくれるコスメみたいなのがテーマになった、ブランドみたいです。私は Q10 の、ヒンスの公式ショップから購入したんですけども、 Q10 の公式ショップ以外は D ホリックで、購入ができるみたいです。今日買ったのはリップ2点とアイシャドウ2点とあとチーク1点なんですけど、どれもね2000円以上、3000円未満っていう感じのプライシングで、結構高いんですよ、韓国コスメにしては。だけどその韓国現地とかその免税店、あのシーラとかあのロッテとかで購入すると1000円台で購入できるので、今日試してみてね、あのよかったら次韓国行った時に購入したいと思っております。というわけで、私が今回購入したのは5点、まず1つがこのチークです。これね、すごい SNS とか見ててすっごい可愛いなと思って、すごく試すのを楽しみにしてたんですけど、一応ね、まあ、値段が2700いくらするのでちょっと高いから、とりあえず1個試しに購入してみました。すごく綺麗に輝いております。 G001 ブラッシュオンっていうお色で、ハイライトにもアイシャドウにも使えますよっていうタイプみたい。指で今スワッチした感じだと結構ね、薄付き、ほんのり薄付きで、どっちかっていうとピンクのハイライトに近いかな。粒子もすっごく細かくてめちゃめちゃ綺麗。もうここでさ、見た感じもめっちゃ綺麗だもんね。輝き方が半端ない。はい、では塗っていきます。今こっちだけに塗ってます。めちゃめちゃツヤ感綺麗じゃない。このね、元の色がピーチっぽいピンクで、中に入ってるね、ラメ、メタリックラメもピーチ寄りのゴールドみたいな、本当にめちゃめちゃ細かいのが入って、ツヤツヤしてんなって感じよりもこう自然なツヤ感っていうイメージかな。指でつけた感じだとちょっと薄付きかなと思ったけど、ちゃんと筆でしっかり崩してあげながらつけてあげるとふんわりついていい感じです。シミがね、この辺ありますが気にせずに、ファンデーションちょっと薄めにしてツヤ感できるに見せるみたいな、あのベースメイクするときはこのチークすごい綺麗に見えそうじゃないね。私はすごい好きです。で、あとは単色のアイシャドウを2色、 ST001 のセンシブルサテンマットでございます。使いやすそうな、ちょうどいい淡い色って感じ。こちらと V004 オーセンティック、これもベルベットマットでちょっとパープルがかったブラウンって感じかな。これをね、単色使いするのがすごく楽しみだったんですよ。このデザインもすごく可愛くって、このこうマットでこうジェリーみたいな感じの質感で、こう角張ってると、ここにですよね、ふわんってこう角がないの、ここにほんのりラインが入ってるの分かるかな、なんか傷ついちゃったのかと思ったら、そういうデザインみたいですね。これがバイオレットがかったブラウンで、こっちが黄みがかったブラウンっていう感じですね。すっごい発色いい。こっちがバイオレットよりのオーセンティックで、こっちがセンシブルです。どっちもすっごく発色がいいですね。あと伸びもすごいいいし、こっちはかすかにラメが入っているようです。こっちは完全にマット。じゃあアイシャドウやっていきます。今日ね、アイシャドウすごいうまくできたからちょっと取りたくないけどあー、軽く下地だけ今塗ってます。まずはこの ST001 センシブルから塗っていこうと思います。まぶた全体にふんわりグラデーションに塗っていきます。センシブルはこんな感じです。反対側の目にオーセンティックも塗ってみました。今こっちにセンシブル、こっちにオーセンティックを塗っています。今だとマスカラがついたままでアイライナーをしていないので、ちょっとこう締まった感じがないんだけども、センシブルの方のがお肌なじみがいいので、こうね、薄付きに
見えやすいというか自然な感じでいいかなって気がします。艶感もねすごい綺麗だよね。なんかラメもね入ってんだけどなんか何色なんだか分かんないぐらいの超細かいラメで、まあ多分 ゴールド寄りなのかな。すっごい綺麗超好き、もう好き。こっちがバイオレットよりのもうちょっとなんかしっかり陰影がつけやすいというかくすんだ薄いバイオレットっていう感じでめちゃめちゃ可愛い。こっちの方は重ね付けするとちょっと暗めになるからグラデーションをしっかり作りたいときはこれ一色でも全然いけると思います。ただねちょっと一個気になったのは粉がすっすごい柔らかいんですよ。まあそれが綺麗に馴染む理由の一つではあると思うんだけども例えばよこうやってやるとこう粉が立つの分かるかな。粉が飛び散っているのが見えるでしょうか。まあこんな感じでまあこのね筆が大きいのもあるとは思うんだけどもこっちの筆でやってもね結構同じようになるのでとにかく柔らかいんですよね。サササってつけてバッてつけるとちょっと下に落ちやすかったりするのでそれだけ注意すればいいかなっていう感じです。つけた後にこう粉落ちみたいな感じはしないので、うん、まあラメがねあるわけじゃないからそれはそうだとは思うけども柔らかいよっていうのを前提でちゃんとなんだろうな塗り始めた方がいいかなっていう気がします。はい、アイラインとマスカラを今やり直してきました。アイラインはちょっと必要かなっていう感じはするけどもまあでもナチュラルだよね。一色付けするときはこのねこの眉のすぐ下なんだろうこの辺からざっくり入れると可愛いかなっていう気がします。どっちも同じ感じで塗ってます。この眉下からこのくぼみをざっくり入れてこっちまで入れてる感じです。私普段化粧が結構濃くてしっかり陰影をつけるのが好きなのでちょっとねこっちセンシブルの方だと馴染みすぎて普段の好みじゃないかな。なんかこっちの方があれよねちょっとフェミニンな印象に仕上がるかなっていう気がします。今日はちゃんとこのアイシャドウベースでちょっと下をね下地をしっかり白っぽくしてから塗り始めたので結構トゥルーカラーというか本来の色の発色の仕方をしていると思うんですが多分結構透け感のあるアイシャドウなので元の肌の色によってね結構発色の仕方が変わってくるんじゃないかなっていう気がします。次はリップ。今回2本買ってます。色はねちょっと適当に好きそうなやつを選んでみたんですけどこっちの白い方がムードエンハンサーリキッドグロー LG005 ファインドアウトっていうちょっとブラウンみ強めのベージュグロスっぽい感じの作りになっているものとこっちはリップスティックになっていてすごいデザインも可愛い。ムードエンハンサーシア S001 インザモーメントっていう思ったよりちょっとブラウンがかった感じのが届きました人気なのは、こっちのシアータイプ、ムードエンハンサーシア透け感があって自然なツヤ感でこっちの、ムードエンハンサーリキッドグローっていうのがもうツヤンツヤンの、リキッドリップっていう感じみたいです。スワッチはこんな感じです。こっちがシアーこっちがリキッドグロウになります、まあ、どっちも肌に馴染みの良さそうなちょっと濃いめのブラウンみたいな感じで本当はベージュをね買ったつもりだったんだけどもちょっとビジュアルの色と全然違ったっていう感じですがリキッドグロウの方はこの写真で見てる通りの色合いだったんだけどちょっとねこのムードエンハンサーは思ったより濃かったかなっていう気がしますが実際にちょっと塗って、色合いを見ていこうと思います。イエベさん向けのちょっと赤みの強いベージュって感じかな。ちなみにインザモーメントはオールタイムベーシックニュートラルベージュっていうお色だそうです。このポチッとこの写真よりも私の唇の方が赤い感じがする。まあ私もともと地の唇の色が赤みが強いので多分そのせいもあるとは思うんですけどしかもこれシアーだからこう透け感があるから結構自分の元の色にちょっと色をのっけるっていう感じの雰囲気なんだと思う。でもなんか自然な感じでいいかも。なんか今目がねちょっと薄めな仕上がりなのでちょっと左右違いますが
ね、なんかちょっと大人っぽい感じに仕上がる気がする。つけ心地はね、なんかちょっとクレヨンみたいな変わった匂いするの。うん、なんか子供のクレヨンみたいな、大人のクレヨンじゃないんだって感じだけど。でもつけ心地はすごくいい。書いてある通りすごくしっとりするし、ツヤ感もね、こう自然な感じでいいと思います。落ちやすいのかな、これ。今ちょっとティッシュオフをしたら、ツヤ感は一気になくなるけど、色はね、落ちてないかな。あと、こうしっとり感はね、まだ続いてる。こう、きちんとこう中まで浸透してくれるのかな、きっと。なんかね、そんな、今のところ文句はない。これはちょっと好きだと思います。次、このグロータイプを塗っていきますね。これはファインドアウトっていうお色です。これはね、華やかさ、優雅さを発見、ミューテッドピーチ、ハウトンほど落としたくすんだソフトピーチカラーっていうお色です。ピーチじゃないかな。あ、ピーチか。あのね、オレンジにちょっとピーチが入ったって感じかな。ピーチではないな。うん、私の唇はもともとさっきもね言った通り赤いので、ちょっとオレンジ感が強くなっちゃってるんですけど、赤くない人がつけたらピーチになるのかな。オレンジだもんね、私。でもね、つけ心地はすっごいいいです。変なペタペタ感もないしね、なんかシワが全然なくなっちゃいますっていう感じのツヤタイプじゃないんだけど、その中でシワが残ったままツヤがあるっていうのがまたちょっとセクシーな感じで、なんだろう、このブランドコンセプトの自然な感じをそのまま綺麗に見せるみたいな、やつなんだろうなって感じ。まあ、一回ティッシュオフをしたんですけど、まあティントじゃないのでね、そのまま、まあ、ほとんどツヤ感は取れちゃうんですけど、しっとりしたのはさっきと変わらずっていう感じです。ほんのり赤みが残ってくれてるかなっていう感じかな。本当に唇がね、保湿されてる感じする。いや、いいわこれ。はい、というわけでヒンスの初見レビューでした。結果をまとめますと、どれも好きです。噂通りとっても良かったですっていうのが感想ですね。でも中でも一番気に入ったのはアイシャドウかもしれない。こういうさ、ほんのりちょうどいい、なんだろう、こういう色ってね、少ないんだよね。なかなか見つかんないのよ。Q10 の公式ショップにはこれ10色展開だったんですけど、そのどれもがね、こう淡くて、こうくすんだ、ちょうどいい色なのよ。まず何を試そうと思ったら、まずアイシャドウ試してほしいかな。うん、で SNS で人気のこのハイライター的な、これ最初につけたアイテムだからね、つけてから結構時間経つんだけど、今も全然いい感じにツヤ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 、全然落ちてないです。これハイライト系のチーク、こういうのね、好きな人はいいんじゃないかなと思います。ぜひね、興味のある方は見てみてください。はい、今後もどんどん新しいコスメとか、試していきたいと思いますので、なんかレビューこんなの見たいよっていうのがあったら、ぜひコメント欄で教えてください。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いいたします。それでは次回お会いいたしましょう。 See you next time!